三谷則のりお12月13日隊は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、外務副大臣、財務大臣政務官などを歴任。2014年2月7日、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する、日本国政府とアメリカ合衆国連邦政府との間の協定署名式にて、国家公安委員会委員長、小谷刑事、 中日アメリカ合衆国大使キャロライン・ケネディと三重県、伊勢市生まれ、三重県立伊勢高等学校、東京大学教養学部教養学科卒業、東大卒業後、運輸省に入省した、在職中、コロンビア大学に留学し、修士号を取得、2003年、国土交通省航空局管理部長を最後に、退官した、同年の第43回衆議院議院総選挙に、 元内閣官房長官、藤波高雄の地盤を引き継ぎ自由民主党公認で35区から出馬し、初当選した。2008年8月、福田康夫改造内閣で財務大臣政務官に就任し、続く麻生内閣でも再任された。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、比例東海ブロックでの重複立候補を自ら、辞退し、三重国のみで出馬。 民主党の藤田大輔を2800票差破り、三重県選出の自民党議員で唯一、小選挙区で当選した。総選挙後、自民党三重県連会長、党副幹事長に就任。2011年12月、副幹事長職の辞表を、幹事長の石原信明に提出し、副幹事長を辞任。2012年1月、政務調査会副会長に就任。 2013年9月30日、外務副大臣に就任。2016年9月、衆議院外務委員長に就任。2017年8月、自民党政務調査会長代理に就任。2017年11月、衆議院財務金融委員会筆頭理事に就任。所属派閥は、高知会、派内では、 谷垣定一に近かったが、2012年9月、小川派から愛沢一郎、中谷、元ら、旧谷垣派系議員が離脱した際には同調せず、派内に止まった。その後、小川派が岸田派に代替わりした際には、派閥分裂という結果に至った総括を新会長の岸田文雄に要求した。また、岸田派所属ではあるものの、谷垣らが新たに結成した政策グループ、 有林会にも2014年度まで参加していた。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、三重県内の小選挙区区割りの見直しに伴い、三重4区から出馬し、6戦目を果たす。2014年2月7日、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する、日本国政府とアメリカ合衆国連邦政府との間の協定署名式にて、 国家公安委員会委員長、小谷刑事、中日アメリカ合衆国大使キャロライン・ケネリと、ありがとうございます。